衣笠義雄は日本のプロ野球選手。引退後は野球解説者、野球評論家、タレント。広島東洋カープオーナー付けスタッフ。京都府京都市東山区馬町出身。本名同じ。愛称は鉄人。国民栄誉賞受賞者。息子は俳優の衣笠智サ連続試合出場記録日本記録、世界2位記録。 連続フルイニング出場歴代3位、通算安打数歴代5位、通算本塁打数歴代7位の記録保持者。赤ヘルガ戦の手法として1970年代後半から1980年代の広島カープ黄金時代を築き上げる原動力となった選手の一人である。新中軍の兵士として日本に駐留中だったアフリカ系アメリカ人の父親と、 日本人の母親の間に生まれた。京都市立楽東中学校入学時には柔道部に入りたかったが、中学に柔道部がなかったためやむなく野球部に入部した。その後、平安高等学校へ進学。高校では、保守として同期のウエース植木一地とバッテリーを組み1964年の春夏の甲子園大会へ出場した。春の選抜は準々決勝に進むが、 A.S. 島村清を擁する土佐校に赤敗。夏の選手権は同じく準々決勝でこの大会に優勝した高知校の三内数期に抑えられ敗退。他の高校同期に保守、外野手の梅村義彦がいる。また、初戦の秋田工業戦で顔面に支給を受け、負傷し、大会期間中入院していたため、対戦することはなかったが、この時の高知高校には、 近畿大学卒業後、ロッテ入り、自身と同じ、迷宮会入りする、有藤道代が、前年の選抜には、下関商業のエース池永正明徳島海南のエースとして大会を制した、尾崎正氏が出場している。翌1965年、広島カープに入団。同年は、保守として6試合に先発マスクを被るが、白石勝美監督の方針で一塁手に転向。 1967年は10月から先発になお、ね、4試合で3番打者として起用される。1968年は、開幕から5番打者に抜擢され一軍に定着。同年は、初の規定打席に達し、21本塁打を放った。1970年は、外野手も兼ね、24試合で4番打者に座る。そして、10月19日大巨人戦から、 連続試合出場の記録が始まる。1971年は打率。285ながら、長島修雄に次ぐベスト102位に食い込み、1972年は打率。295、29本塁が、99打点とリーグを代表する打者に成長。1974年までの背番号28から、鉄人の愛称で親しまれており、 またその相性が示す通り、野球選手の中でも小柄な体格でありながら飛び抜けて、体が頑丈でもあった。負傷しても休まず試合に出場することも多く、その頑丈さで大相撲の幕内力士青葉城と並び、称されたこともある。1975年には、上流津監督によって、うちには、巨人の長島茂雄を超える三塁手がいるじゃないかと、励まされ、三塁手に、 コンバートされる。この年、5番打者として4番の山本孝二とともに、クリーンナップの一翼を担い、球団初のセントラルリーグ優勝に大きく貢献した。特に、オールスターゲームにおける山本との2打席、連続アベック本塁打は、オールスター屈指の名場面として、語り草になっている。同年の阪急ブレーブスとの日本シリーズでは、 6試合通算26打数3安打1打点と不振を極めたが、第5戦では2回に山田久志から先制本塁打を放っている。また同年は初のベストナインに選出された。1976年は盗塁王のタイトルを獲得。1979年はシーズン序盤から打撃不振に陥り、代打、代走。 守備固めによる途中からの試合出場が21試合もあった。5月27日の時点で打率が198と落ち込んだために小畑氏監督が翌28日の対中日戦で先発メンバーから外す決断に踏み切った。1974年4月17日以来連続フレーニング出場の記録を続けていたが、 三宅修士の持つ日本プロ野球記録の700まで、あと22試合と目前に迫りながら、678試合で記録が途絶えることになった。ただし、6回裏に代打で出場したため、70年10月19日以来、続いている連続試合出場の記録は、継続することになった。先発メンバー発表と同時に、絹笠の記者会見が用意され、野球の選手だから、 悪ければ交代も仕方がない。三宅さんまでは行きたかった。後悔しないよう一生懸命にやってきたんだが、ただ、何度もフル出場は、ダメかと思うような怪我をしながら、自分から投げ出さずに頑張れたことだけは、満足している、などと語った。だが、江夏豊の著書によると、先発出場から外れることがわかると、手当たり次第に物を投げ飛ばすなど、大荒れだったという。 8月1日の退巨人戦では、西本清から死休を受け、左の肩甲骨を骨折する重傷を負ってしまう。全治2週間と診断が下され、1122試合で連続試合出場記録がストップしてしまう危機が訪れたが、翌2日の試合で代打として姿を見せた。江川すぐるの投球にフルスイングで挑んで3球、三振という記録を残した。試合後には、 一球目はファンのために、二球目は自分のために、三球目は西本くんのためにスイングしました。それにしても江川くんの球は速かったとコメントしている。絹笠が代打で打席に登場した瞬間、広島ファンのみならず、巨人ファンベンチからも大きな拍手が起こった。続く三日の試合では2番三塁手としてフル出場をして、その不死身ぶりで周囲を驚愕させた。 1980年7月29日の対、ヤクルト戦は、飯田特時の保持する1246試合の連続試合出場記録に並ぶ、はずの試合だったが、5回裏に降雨が激しくなり、ノーゲームが宣告された。もう追日中で伸びた後の31日に改めて、大記録、8月2日の対巨人戦で飯田を抜く1247試合の、 連続試合出場の日本プロ野球記録が達成された。1982年も12年連続前試合出場を果たし、王貞春の解禁11シーズンの記録を破った。1983年4月9日の開幕戦の対中日戦では、土の上寺氏から満塁本塁打を放ち、同年は3本の満塁打を放った。8月9日の大阪新戦で、 史上十六人目となる通算二千本安打を達成。日本プロ野球名球会会員となる。九百八十四年より高知県人。同年は三十七歳にして百二打点を記録し、谷沢県一に三点差をつけて三冠初タイトルとなる打点王を獲得。また、自己最高の打率。三百二十九を記録し、自己2位体の三十一本塁打を放つ。 同年のチームのリーグ優勝、日本シリーズ制覇に伴って最優秀選手にも輝いた。1986年6月7日の大阪新戦で2000試合連続出場を達成したが、この時点で打率は224と低迷。7月の月間打率は188、8月の月間打率は145、 7月29日から8月3日までの無安打で、ついに打率は1割台に転落してしまい、チームも、ほぼ同時期に、首位の座を巨人に譲った。ベンチは、絹傘の打順を5番から6番、さらには7番と下げながら、それでも使い続けた。終盤は盛り返して優勝したが、苦戦の一つの原因となってしまった。 メジャーリーグベースボールの流芸力が保持する2130試合連続試合出場世界記録まであと45試合まで迫り1987年の開幕を迎えることとなった。開幕戦は4打数3アンダーの猛打賞、2戦目は勝利打点を叩き出すなど好調な滑り出しとなった。6月11日の対対応戦でついに芸グの記録に並んだ。 6月13日の対中日戦で2131試合に到達。この試合で小松達夫から左翼へ8号本塁打を放って記録に花を添え、広島市民球場を満員にした地元ファンの祝福に応えた。6月22日に大貞春に次いでプロ野球選手として2人目の国民栄誉賞を授与された。9月21日には満足に守備ができなくなった。 ことを理由に現役引退を表明した。最終出場試合となった大対洋戦の10月22日に2215試合連続出場を果たした。この試合では2回に、三浦敏夫から先制の17号に点本塁打を放ち、3回にも二塁打を叩き、ベンチへ退いた。功績を称え、1975年から絹傘のつけていた背番号3は、 カーアップの永久欠番となっている。また、キヌの引退に伴い、ドラフト制度導入前に入団したプロ野球選手、及び松田参入前の広島カーアップ時代に在籍していた選手は姿を消すことになった。同時代のチームメイトに山本浩二という強打者がおり、引退後も鉄人のイメージが付きまとっているためか、今では、 連続試合出場記録以外の話題を取り上げられることは少ないが、長期にわたって安定した打撃成績を残し、通算安打2543本、通算本塁打504本、通算打点1448、通算得点1372を記録している。また、1976年に盗塁王を獲得するなど史上3人しかいない500本塁打、 200盗塁を記録し、ゴールデングラブ賞を3度受賞した、屈指のオールラウンドプレイヤーでもある。山本、絹笠の愛敬法は球史に残る強力なコンビであった。2人のアベック本塁打は86本を数え、巨人の大沢春、長島茂雄の106本に次ぐ日本プロ野球史上2位である。引退後は、1988年から2018年、 途中まで30年半、東京放送の野球解説者を務める。一方で、朝日新聞社食卓で、運動面のコラムを受け持つほか、タレント活動も展開。日本テレビ系、午後は思いっきりテレビのコメンテーターとして出演したほか、後半にわたる洋楽の知識を活かし、自らが選曲とパーソナリティを手掛ける音楽番組、鉄人ミュージックが、 tbs ラジオで不定期に放送された。またソニーの PC、バイオのユーザーであり、バイオオーナーズ、達人の選択で、バイオ愛好家としても紹介されていた。現役時代から引退後にかけて、広島県呉市にある、味噌メーカー、マスや、味噌の CM キャラクターを務めていた。引退後は、球団の監督もコーチもやることはなかった。 木野傘は、新聞社の取材にてその理由を問われ、自分一人では同行ううできない人間関係の問題であることを示唆している。1996年、野球殿堂入り。2018年4月23日、上行結腸が癌のため、東京都内で死去した。71歳坊津。くしくもこの日は息子であるともの誕生日であった。死去4日前の19日に、 BSTBS と TBS チャンネル2で生放送された横浜 DNA ベイスターズ対読売ジャイアンツ戦中継で解説を行ったのが最後のメディア出演となった。2017年から解説における木ヌガの声のかすれが心配されており、この日の放送でも画面に映る木ヌガの表情が固く時より声が聞き取れない部分もあったため、 視聴者らが、絹傘の声の異変や体調を不安視していた矢先の、不法であった。TBS も絹傘の体調を考慮しこの日の中継は、急遽、牧原博美とのダブル解説体制としていた。その牧原もこの日の絹傘は、体調が思わしくなくなかなか声が出ない状態だったと、語っている。なお、本人の希望もあり4月26日にも、 同局で解説者として出演する予定だったという。同年4月28日から4月30日まで、広島球団は、対阪神タイガースとの3連戦を、絹笠の追悼試合とし、広島の監督、コーチ、選手、スタッフが模招を着用して、試合に臨んだ。28日の試合前には、黙祷が捧げられた。キヌガサ連続試合出場記録 野球選手になったら、金持ちになって、でかい家を買って、綺麗な女と結婚すると夢見ていた木の笠少年は、入団時の契約金で自動車免許を取り、フルサイズのアメリカ車、フォードギャラクシーを購入した。当時のカープは、創立十数年の貧乏球団であり、長谷川良平監督やコーチ、主力選手が乗っているのは、大半が松田車で、 中には自転車通勤のものも珍しくなかった。そんなチーム状況を横目に気ままにアメ車を乗り回していたが、何度も事故を起こし、当時のコーチ、根本六尾から免許を剥奪され、絹傘をスカウトした小場教スカウト部長から、根結のお前が他の道で生きるには大変だぞ。お前から野球を取ったら何が残るんだなどと説教された。1960年代後半、 ベトナム戦争の泥沼化に伴い、米軍岩国基地は、前線基地となっていた。基地周辺は、兵隊で溢れ、飲み屋や、ゴーゴークラブなど飲食店が大いに賑にわっていた。キヌガサはよく来るまで、約1時間かけて、岩国基地まで遊びに行き、現地で仲良くなった兵隊たちとよく飲み明かしていた。そんなある日、いつものように一緒に飲んでいた米兵の友人に、明日、 ベトナムへ行くんだと告げられる。キヌガサはこの言葉に大きなショックを受け、好きな野球をやりながら遊び回る自信を恥じ、以後野球に真剣に打ち込むようになったという。1970年、最大の恩師と言うべき、関根純蔵が打撃コーチとして広島に入団。根本睦夫監督は、キヌガサをリーグを代表する打者にしてくれと頼み、それを受けて、関根は、 キヌガサにマンツーマンの過酷な練習を課した。朝、昼、夜の練習が終わり、他の選手が休んだり遊びに行ったりする時間に入っても、さらに宿舎の屋上でバットを振らせていた。あまりにも厳しい練習に耐えかね、ある晩キヌガサは、関根を無視して、飲みに出かけた。そして夜中の3時過ぎ、もうそろそろいいだろうと宿舎に帰ってくると、なんと玄関で、 関根が待ち構えていた。関根は怒りもせずに、さあやるぞ、とバットを手渡し、観念した絹傘は泣きながら朝まで素振りを続けたが、関根は2008年9月27日の富士テレビ739プロ野球ニュースにおいて素振りさせたけど、最初は反抗的な目だったからこっちも意地になって朝まで付き合ったと語っている。 高年絹笠の,の野球殿堂入りが決まった時、関根はプロ野球ニュースに出演し、この時の出来事を思い出話として披露。いやあ、あの頃は僕も若かったと照れ笑いを浮かべていた。1979年の江夏の21球で知られる日本シリーズ第7戦では、9回裏の近鉄の攻撃の際にブルペンでリリーフ投手を用意させていた。 小畑氏監督の采配に不満を抱きモチベーションが上がらない江夏をお前が辞めるなら俺も一緒に辞めてやるとなだめた。BS 朝日ザインタビュートップランナーの肖像でこの場面を振り返り江夏が怒っているのはよくわかったがどうしても勝ちたくて江夏に何を言ったら効果的かマウンドに行く間考えていたと話した。広島で チームメイトになった江夏とは、無二の親友で、プライベートでは常に行動を共にしていた。山本浩二曰く、絹笠と腹を割って、話せるようになったのは1975年の初優勝からで、それまでは、私生活でも付き合いがなかったとのこと。また山本は、初優勝して、絹笠との距離が縮まるまではとにかく負けたくないとばかり、思っていたとも語っている。 極度の変色で、魚が苦手で、肉しか食べられない。下柳剛との酒の席では、野菜食べないで大丈夫なんですかと、心配する下柳を、野菜は、牛が食うとると一周したという。無類のワイン好きであり、高価なワインを多数所蔵していたが、ドクターストップをかけられていたこともある。現役時代は、当てるバッティングを全くせず、 常にフルスイングで打席に臨んでいた。そのため本塁打や打点が多い反面、三振やボンダも多く、これほどの通算成績を残しているにもかかわらず、シーズンを通して打率が3割以上はたった一度しかない。通算三振数は1587個、通算閉殺打は267に上る。ただし、現在の三振数歴代一位の清原和弘が、 実動22年でなおかつキャリアの大半が、木野傘の現役時代と同じ130試合制の中、103試合以上のシーズンが9回あったのに対して、木野傘は1回もなく、3シ数がリーグ最多となったのも70年の1回しかない。シーズン打率3割到達経験なしの通算2000本安打達成者は、柴田勲、田中幸雄の2名のみだが、2000本安打達成時点で、 あれば、絹傘も含まれる。唯一の3割、到達シーズンが2000本安打達成後のためである。また、打点王と盗塁王のタイトル獲得経験がある数、少ない選手である。元阪神タイガースの江本武則は、現役時代の絹傘について、打者の目の高さに投げた、明らかなボール球にも、フルスイングする。当たれば確実に本塁打になるだけに、 全く気が抜けなかったと語っている。また江本は、木の傘から、自身通算1000個目となる三振を奪っているが、偶然にもそれは、木の傘にとっても、通算1000個目となる三振であった。その一方で、九死に残る強打者でありながら、通算2打数は88と、本類打を500本以上を記録した打者の中でも、突出して多い。木の傘が、チームプレーに徹していた勝者でもある。 通算死休161は日本プロ野球史上3位だが振る舞いは非常に紳士的であった。どんなに危険で痛い支給を受けても怒るどころか左手でいいよ大丈夫だからと逆に相手投手を気遣いながら一塁へ向かっていた。1979年8月1日の対巨人戦で西本清から支給を受けらんとお騒ぎになった際、 西本が木の笠のもとへ誤りに近寄っていったところ、危ないからベンチに下がっていろと言われ、西本は木の笠の器の大きさを感じたと語っている。大島康則はただ一人だけ僕がそういう時の対応で、すごいな、かっこいいなと思ったのが、広島の木の笠義雄さんです。あの人は危ない玉だろうが、当てられようが、ほとんど顔色を変えず当たった時も、 その箇所を手で、さっと払い、たたたっと一塁に向かった。ダンディでしたね。もちろん、キヌガサさんは避け方も上手かった。逃げるのが下手な選手なら、あんなに当てられているうちに何度も、大怪我をしてますよ。と述べている。連続試合出場の世界記録を更新したとき、いつか、誰かに、この記録を破ってほしい。この記録の偉大さが、本当にわかるのは、 その人だけだろうからという言葉を残した。キヌガサの記録はアメリカでも非常に高く評価されており、現在でもキヌガサはアメリカで最も名前の知られている日本人野球選手の一人である。1996年6月14日にカルリプ・ケンジュニアが記録を更新した試合にも来賓としてアメリカに招かれた。また人間国宝の藤原武史と親しく、 上記の試合の時藤原が作ったビゼニアキオリップ券に手渡している。本人は自分の記録を抜いてくれたことを非常に喜んでいたと言い、後々リップ券とは親友にもなった。一方、キヌの世界記録更新の前後には記録づくりのために出場しているだけ、監督、コーチの恩情と非難するものも少なからず存在した。実際、 晩年の1986万1987年には、試合終盤に一打席だけの代打で出場し、凡退することが多く、一選手の記録のために、チームの成績を犠牲にする姿勢に批判があった。このように1986年以降は、成績が振るわなかったことと、1979年、当時、三宅修士が持っていた700試合連続フルイニング出場の、 記録にあと22試合まで迫りながら極度のスランプのためスタメンから外されたことがあるという前例がそのような非難の根拠である。広島市民球場の敷地内には連続出場記録を記念した石踏みがある。また、長崎県長崎市府間町の元宮公園には絹傘の業績を称いて名付けられた絹傘球場がある。NHK 特集で放送された。 17年間、休まなかった男、絹笠義雄の野球人生より、自宅で夫人と共にインタビューを受けた際、自宅では、一般紙は、読むが、スポーツ紙を読まなかった。理由は、スポーツ新聞によって野球に追っかけられている気がする、ためである。また、一般紙だとスポーツ欄がわずかで、政治、経済などを知ることができるから、野球を連想させることがなく考えずに済むからだという。 田淵光一が1970年8月26日の対広島戦で、外、木場義郎から左米紙に支給を受けた病院へ搬送されるほどの重傷を負ったことをきっかけとして、安全対策から日本野球機構が耳当て付きヘルメットの導入を決めた際には、木の傘は視界が遮られ、逆に頭部付近のボールから逃げられなくなると反対した。この主張が認められ、 プロで一定年数活躍した選手には、例外的に耳なしヘルメットが認められた。コラム教著写真集絵本テレビ番組、ビデオグラムアニメ映画晩年まで、所属事務所はキャストプラスと記載される場合もあったが、生前のインタビューなどでは、所属事務所もマネージャーもなく、自分が窓口となって活動しているとする情報もある。インターネットアーカイブの保存キャッシュも含む、 ありがとうございます。